本当にここなのか。あれ放題じゃないか。ミハグサールの主婦ニーズ、そのはずだ。まるで人気がありませんね、建物も。ああ、人が住んでいる気配が感じられない。兵士、ダナ人、どちらも姿が見えないな。作りから察するにレナ人の区画のようではあるが。ねえ、縄文に描かれていた絵、あれ漆黒の翼の紋章だよ。ダナの昔話、フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった、間違いないよ。ダナの、そんなものが書いてあるってことは、つまり、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。自力でスルドを倒したというのか。にわかに信じがたいが、この町の様子とは符合しているな。誰かいないか探してみよう。何があったのか聞けるかもしれない。ひどい有様だな。壊されたのはつい最近みたいだな。でもそれならダナ人もレナ人もここに住んでた人たちはどこに行っちゃったんだろう。もし本当にダナ人が蜂起を起こして勝利したのだとしても、誰もいないというのは不自然ね。この瓦礫、レナの精霊術の仕業か。どうかな。それにしては壊れ方が画一的すぎる気もする。リンベル、さっきの漆黒の翼の話、悪い王を退治するのは炎だったな。うん、そうだよ。炎か、そう言われりゃ焦げたような跡もあるな。誰か見つけて話を聞ければ早いんだがな。道すがら探してみよう。デュオハリム、昨日火の始末を忘れてたぞ。火の始末。ああ、火を消すということか。ちゃんと消しておかないと火事の原因になる。なるほど、申し訳なかった。気をつけよう。なんか自分で火を消すって発想自体がないって感じか。それより上着の留め金が外れかけていますよ。ああ、試したのだがどうもうまくはまらなくてね。呆れた。レナって身支度もろくにできないの？スルドは身の回りのほとんどを世話係が行うからな。不慣れなのは仕方ないといえば仕方ないんだ。だとしても少し度が過ぎる気がするわね。確かに同じレナ人でもシオンは誰かの世話なんて必要としないもんな。私の場合はそうせざるを得なかったというのもあるけど、だとしてももう少し自分でできるようになるべきだわ。うん、具体的に何を覚えればいいのかな。まずそうですね、服の着方、靴の履き方、髪の整え方、私物のまとめ方、それから世話係っていうより母親みたいだ。ああ、そういえばリンウェル、君のフクロウだが。何？羽の生え変わりの時、その抜けた羽を譲ってはもらえないだろうか。そんなものどうするんだ。それで作った枕は最高の寝心地らしい。最近どうも寝つきが悪くてね。やっぱりレナなんて大嫌い。何かまずかっただろうか。とりあえず身の回りのことより先に空気を読むことを覚えてください。
の谷間の風車なのかな。とんでもない大きさだな。風の精霊力を集めるためのものでしょうね。大きいのも当然よ。止まれ。動くんじゃない。囲まれているようだな。何者だ。どこから来た。誰だ。姿を見せろ。訪ねているのはこちらだ。おかしな真似はするな。こっちはお前たちを吹っ飛ばすことだってできるんだ。アルフェン。俺はアルフェン、カラグリアから来た。アルフェン、炎の剣のアルフェンか。随分有名だな。これがその証だ。それとも家の一つも焼き払わないと納得しないのか。分かった、それには及ばん。漆黒の翼のバイフォンだ。いきなり落としたりしてすまなかった。だが今は敵の残党を警戒しているところでな。誰もがピリピリしている。どうか勘弁してもらいたい。残党？それじゃあ本当にあんたたちだけでスルドを倒したのか。ああ、奴らの武器を大量に奪えたのが大きかった。あなたがここのダナの長なのか。いや、俺はただの指揮官の一人だ。狩猟はデダイム、会いたいなら案内しよう。ただ噂には聞いていたが、本当にレナを連れているんだな。わかるだろう。我々はやっとの思いでレナとの戦いに勝利を収めたところなんだ。誰もが連中に敵意を抱いてる。デダイムはその最たる部類だ。どこかで待たせておいた方がいい。そんなことはできない。それにバラバラになる方がむしろ危ないと思うよ。忠告はしたぞ。我々の本部はそこだ。私は別に構わなかったのだがな。あなた一人の問題ではないでしょう。確かに戦いに勝ってもそれで終わりじゃないってか。ああ、ここもいろいろありそうだ。お前がアルフェンか。思ったより細いな。ふん、鎧でかさ上げしてるってとこか。他でどれだけの活躍をしてきたにせよ、ここではこの俺デダイムが仕切っている。勝手な真似は許さん。覚えておけ。それにしても女や子供が一緒とはな。他領のスルドはよほど軟弱だったらしいな。なんだ、会うなり随分感じ悪いじゃねえか。ガキが出しゃばるな。親のしつけが足りないのか。だと。それじゃああんたがここのスルドを倒したのか。一体どうやったんだ。ふっ、奴らの爆薬を奪って取り巻きごと吹き飛ばしてやったのよ。爆薬？そんなものを使って棚川にも被害が出たりはしなかったのか。価値ある犠牲だ。スルドを仕留める絶好の機会だったからな。それでそのスルドはどうなったのだ。残念ながら仕留め損ねた。だが淡くって逃げ出しやがった。逃げた？スルドは？ああ、とんだ腰抜けよ。巨星の皮を引っぺがされて今頃どこかで震えてるに違いない。だって
なさい。どこにいようと必ず引きずり出して報いを受けさせてやる。やめておきなさい。鋭い力を甘く見ないのに。黙ってろ光目。お前がまだ息をしていられるのはそこの炎の剣に免じてのことだ。あなたの戦いはここの奴隷を解放するためのものでしょう。それを黙れと言ったぞ女。仮にもダナのために戦う男がなぜこんな奴らを連れている。なぜさっさと殺さない。殺すために連れているんじゃない。じゃあなんだ、見せ物にでもするのか。仲間だからだ。バカな、レナはレナだ。300年間俺たちの血をすすり続けてきた奴らだ。それとも今貴様まさかその女がお気に入りなのか。てめえ何しやがる。よせデータイム、今のはいくらなんでもお前が悪い。ふん、とっととこの国から失せろ変節者め。この国は俺たちダナのものだ。俺が統治し、俺が導く。この漆黒の翼のデダイムが。おお、デダイム、解放者デダイム。この国の指導者はアンタだ。光目なんか怖くはない。俺にかかれば全土のレナ人を追い出すのも時間の問題だ。漆黒の翼、漆黒の翼。おい、あんたら。だから言ったろ、レナの仲間は置いてけと。そういうあんたは大丈夫なのか。あまり穏やかじゃなさそうだったな。何、いつものことだ。あいつが怒鳴る、俺がなだめる。お察しするよ。それでまだ何か用があるのか。いや、デダイムに代わって一言詫びようと思ってな。へえ、義理がたいんだな、おっさん。デダイムも昔からああだったわけじゃないんだ。だがレナ相手に何人もの仲間を失うたびにな。挙句があの鋭のごとき態度とは皮肉なことだな。ねえおじさん、ここの鋭はまだ逃げたままなんだよね。目星とかないの。八方手を尽くしてはいるんだが、なかなかな。さっきエストルバの森が怪しいとは聞いたが。エストルバ。おい、まさか行く気か。デダイムは感謝なんかしないぞ。俺たちはデダイムのために戦っているわけじゃない。それにシオンが言った通り、スルトの力を甘く見ない方がいい。そこまで言うなら好きにすればいいが。あんたには迷惑はかけない。ただその前にどこか一休みできる場所はないか。それならこの通りの反対側の突き当たりの建物に行くといい。新しい住居の割り当てがまだ決まらない者向けの宿泊所になっている。俺たちが行っても大丈夫なのか。炎の剣の噂はもう広まっている。いきなり襲われたり拒まれたりすることはないだろうよ。じゃあ俺はそろそろ戻る。達者でな。なあおっさん、あんたはレナに恨みとかないのか。ないわけないだろう。ただそこの二人には殴られたことがないってだけだ。とりあえず宿泊所に行ってこれからどうするか考えよう。
デダイムのやつ、自分が上に立つことが目的になっちまってる感じだったな。あれじゃスルドと同じか、もっとタチが悪いぜ。味方ごと爆薬で吹き飛ばすなんて。だがダナ人たちはあの男が支配者前と振る舞うことに疑問を感じていないようだ。むしろ英雄らしいと見ている節すらある。それだけレナへの敵意が根深いということだろうが。ダナやレナという線引きだけで人は割り切れる話ではない気がします。うん、確かにレナを追い出した英雄なのかもしれないけど、私デダイムが正しいって思えないよ。味方を犠牲にして手にした勝利に酔う。あの男の考えを認める必要なんてない。それにダナだから虐げられていいなんてことがないように、レナ人だからって侮辱に耐えなければならないこともないはずだ。私のことなら気にしなくていいわ、慣れてるし。慣れる必要なんてない。いや、長く奴隷でいるとそれが当たり前になるように、侮辱され続けるうちにそれが当たり前になる。そんなのは良くないと思う。やっぱりわかんねえ。どうしたロー。デダイムはレナのスルドを追っ払った。そこはすごいさ。実際支持してるやつもたくさんいるみたいだし。けどその結果があのニスの瓦礫の山とあいつのあの態度ってのはどうなんだよ。レナは強い。それを倒すためには力のある指導者が必要なのは間違いない。だが支配者を倒して新しい支配者が現れるだけなら、それは同じことの繰り返しだ。ジルファだったらこんなことにはならないと思うよ、きっと。リンウェル。ああ、違うやり方、違う結果、違う勝利。ジルファは自分の選択を押し付けたりはしなかったはずだ。それこそが支配するってことだからだ。親父にどうして欲しかったのか正直まだよくわからねえロウ。けど変だな、なんか変な感じだけど、けどそれでもなんか嬉しいや。親父とデダイムは違う、今それだけで十分だ。解放されてなおこの町の音色は不安に揺れているのだな。まるでかつてのビスキンと思い起こさせる。音色？音楽ですか？別に音楽なんて聞こえないぜ。そもそも楽器を持ってるダラ人なんて見たことない。楽器が奏でるものだけが音楽ではない。人の営みやざわめきが織り上げる音楽というものもある。あんたはその音楽ってやつに随分思い入れがあるみたいだな。言っていなかったがね、スルド候補となる以前音楽家を志していたのだ。は？音楽家？一音から世界を広げていくため日々修練に明け暮れた。景色を、時の移ろいを、人の思いを音に乗せた時、それが空気を震わせ広がっていく様は絵も言われぬ喜びだった。ティオハリム、失礼。少し饒舌になってしまったようだ。いや、レナの文化ってやつを聞けて面白かった。ダナの文化や芸術は全部レナに壊されちゃったの？私個人としてはダナの音楽にも興味があった。代々のスルドが奴隷には不要と断じて楽器の所有すら禁じたのは嘆かわしいことだと言ってみても言い訳にもなるまいな。どうした？よし。お、うん、なあ。お、いいぞ。よし。
よし、話。ほう。おう。おう。いや、ちょっと。うん。確かに謎めいた文章だな。何が何だかさっぱりだ。適当にその辺探せばいいんじゃねえの。これってそれぞれが場所を示してるのかな。お前も興味津々かよ。感じるわ。誰かが助けを求めて。それにしてもあのデダイムってやつ、ムカつくやつだったな。
あいつのことはもういい。それよりこれからどうするかを決めよう。どうするったって、この国のスルドはもう逃げ出したんだし、あとはあのデダイムが何とかするんだろ。私はスルドを追いたい。私もスルドを探すべきだと思うな。漆黒の翼の人たちが勝てるとは限らないし、スルドをそのままにしておくのはやっぱりまずいよ。そうだな。それに傲慢かもしれないが、彼らよりはまだ俺たちの方が勝機があるだろう。私も同感だ。これからのこの国がどうなるにせよ、スルドが残っていては安心できないはずだ。いいのかよ、デダイムの手柄にされるんじゃないか。俺たちは壁を壊す。その後のことはあいつが何を築き上げるか次第だ。バイフォンが言っていたエストロバの森とやらに行ってみよう。ただ何にしても一息入れよう。メナンシアを出てからいろいろありすぎた。どこに行くんだ？アルフェン。今は休んだ方がいい。何を焦っているんだ、シオン。変な言いがかりはやめて。部屋に戻ったらどう？シオンも戻るならな。だわよ。シオン、スルドは倒す。約束は果たす。だからもっと信じて頼ってほしい、俺を。そうすると言ったら解放してくれるのかしら。ああ、もちろんだ。ゆっくり休んでくれ。なんだっていうの。じゃあ改めて行くってことでいいんだよな。あ、そのなんとかって森に。エストルバの森。何か視線を感じるわ。誰かが助け。ちょっと。
ちがいるの？主婦の外も当たり前のように風が吹いているんだな。よもの風集う谷っていうくらいだもんね。ミハグサールは風、残るガナスハロスが水だ。治水、花風、光、闇、闇だけがレナに属し、残りの5つを五稜で分担か。やっぱり土地によって集めやすい属性があるのか。それもあるだろうが、おそらく鋭同士の衝突を避けるのが分担の最大の理由だろう。自分たちの王を選ぶために同族で戦うことはしないんだな。数で劣る我々の同士討ちは無意味どころか危険だ。とはいえ不干渉が建前に過ぎないのはメナンシアで見た通りだが。それで結局追い出されちまってるんじゃな。だとしてもことが簡単に運びすぎている気がする。スルドを見つけて問いただせば済むことだわ。行きましょう。あの巨大な輪っかはなんだ。どう見ても自然の岩には見えないぞ。行く先々で変わった眺めに驚いてきたけどよ、だんだんそれが普通って気がしてきたよな。あれはおそらく我々が300年前に持ち込んだものの名残だ。あれが？あ、つまり機械かなんかだってことか。あんなバカでかいもん一体何に使ったんだ。ダナの精霊力をねじ曲げたんだよ。リンウェル？おかしいと思わない？国によって集める精霊力が決まっているなんて。本来精霊力はそこまで属性ごとに偏って存在したりしないのに。スルドブリガのために作り変えたのか。なんでそんな途方もない真似してまで。だが今のレナは優れているとはいえそこまでの力があるようには見えない。それともレネギスやレナ本国には可能なのですか？私もレナの全てを知っているわけではない。だが確かにあれほどの規模のものは見たことはないな。だとしてもあれだけのものをやってのけた連中を相手にしているってことは覚えておいた方が良さそうだな。キサラって料理から武器の手入れまで本当何でもできるよね。リンウェルも少し見習ったらいいんじゃねえの？無か。必要なら教えるぞ。私もほとんど三木田兄さんに教えてもらった。裁縫や洗濯も？ああ、兄さんに教えてもらった。随分器用な人間だったんだな三木田は。私はいつもそんな兄さんの後ろについて気になることを聞いては困らせていたよ。あ、そういえばラギルと一緒に猫の育て方も教わったな。ラギルってミキューダと一緒に金砂の猫にいた人だよね。髪の綺麗な。髪の手入れもミキューダ兄さん直伝だ。私はこの衛兵の訓練でかなり傷んでしまったが。十分綺麗だと思うけど。そんなミキューダもさすがに化粧までは君に教えられなかったようだな。いえ、教えてくれようとしました。ただ私が訓練の時間を優先しただけです。冗談のつもりだったのだが。ミキューダをよく知っているのはキサラだけだから何とも言えないわね。本当のところなんて本人にしかわからないからな。
アルフェン、お前の服少し匂うな。洗濯はしているのか？そういえばしばらくしてないな。よければ洗っておこう。後で着替えたら渡してくれ。あ、ありがとう、助かる。ローとリンメルも服にほつれがあるぞ。そりゃ戦ってんだから服くらい破れるって。でも面と向かって指摘されるとちょっと恥ずかしいかも。シオンも。私に触ると危ないわよ。そうだったな、すまない。裾が汚れていると痛かっただけだ。そこまで気にしなくてもいいんじゃないか。旅をしていれば服も汚れるさ。よくはない。服の乱れは心の乱れと言うだろう。うわ、めんどくさ。君はこの絵をやめた割には以前の習慣が抜けないようだな。習慣？この絵兵に習慣があるの？規則正しさ、潔癖さ、まあそのようなものだ。そんなに変だっただろうか。普段通りにしていただけなのだが。善意はわかるけど先の長そうな旅だからな。もう少し肩の力を抜いてもいいんじゃないか。そうか。別に無理をしているつもりもないのだが、皆を構えさせてはしょうがない。気をつけよう。ああ、洗濯物と作り物は後でまとめて出してくれ。今夜のうちに仕上げてしまいたいからな。肩凝らないのかね。あら、はて、なるほど。ちょっと、やっ、あら、いいな。どうかしら。まったく。おや、そん、やれやれ。何？まったく、とんだ誤算だわ。その割に灰を開けているのはさすがと。どきなさい。水のせいですよ。いくらでも相手になって決めて。すると、ライバル見たか。鍛えた甲斐があったな。私に任せて。大した腕だった。ジルファにも言われたことがある。なんでこの足、私を絡め込む。決めて。あっさり勝てたな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。お、乗ってこいよ。これだけ遺跡が残る。豪華爆弁で返せ。
は術で貴様の俊足を封じよう。いや、しばらく行った方が。あとちょっとだけ。いいから早くして。ああ、早くと蹴りつけようぜ。あ、ローは少しも気に向かないで。決めて。なんで俺だけ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。行けるぞ。風の精霊力。これは、いい武器の素材になるぞ。面倒そうな相手ね。水の精霊力。どういうことだ。ブレイクだ。どういうことだ。フリーズ。すべてを受け止めてやろう。どういうこと。こう飛ばれるとやりづらくて仕方ない。シオン、頼めるか。任せて。フリーザー、私のエグ。さすがだな、シオン。あなたもしっかりなさい。ああ、氷の槍よ。フリーズランタ。打ち抜いてやる。待ち構え。行けるぞ。後半だ。弱調襲撃。ロンドン撃破。この頃ついているみたいだ。容赦しないわよ。バラバラにしてやる。もらった。魔人剣ソーガ。姿を消せるのか。ありがとう。新たな武器に必要な欠片が揃ったか。シオンに救われた人はどれだけいるのだろうな。感服する。結構噂になってるらしいぜ。美人のレナに助けられたって。容赦しないわよ。任せろ。ファーストインプレッシャー。私の手が必要か。ブレッシャー。外さないわ。俺の仕事だ。そこまでだ。火の精霊。俺に任せて。はい。氷を連打する。
致命傷になりかねる。それを防ぐのが私の役目です。許さない。瞬時になるレッスン。ファーストエゴ燃えろ。やめるわ。こんなに行くわよ。一気に終わらせるわ。行きなさい。アドレビートオフリア。私に任せて。行けぞ。精霊力を叩き込む。この辺はやけに大物が多いな。水場もあるし餌も多そう。ズーグルには理想的な環境なのかもしれないわ。そんなこと聞きたいんじゃねえって。このまま戦うのは危険じゃない？そうだな。一度出直すべきかもしれない。何かね、ジロジロと。予備の装具が汚れていたので磨いておきました。それと武具も。ああ、助かる、キサラ。なんかキサラなんだかんだ言いつつティオハリムの面倒を見ていない。やっぱりなかなか仕えていた時の感覚が抜けないのか。そういうつもりはないのだがな。それに別にあの人のことだけではないぞ。ほらロ、お前の服穴が開いていたのを繕っておいた。ああ悪い。ひょっとして世話を焼くのが好きなのか。好きというかしていないと落ち着かないんだ。私にとってはそうするのが自然なんだと思う。昔は兄さんと年下の子たちの面倒をよく見たものだ。兄さんは何でも教えてくれた。野草の美味しい料理の仕方、服を長持ちさせる縫い方、何でも。あなたももう鋭でないというなら当然のように世話されるのは改めるべきじゃないの？面目ない。私もそうされることに何の疑問も抱いてこなかった。ずっと鋭として同じレナ人に、レナ人としてダナ人に仕えられて当然だと思ってきた。まあレナ人だもんな。けど俺たちはあんたに仕えてなんかないぜ。それでいい。君たちの態度に接するたびに私は内心の戸惑いに直面することになるのだから。戸惑い？私が真の理想から共存を言い出したわけではなかったのを思い出してもらいたいな。戸惑いは私にその都度何のために戦うのかを思い出させてくれるだろう。心配しなくてもいきなり放り出したりはしませんから。なんだか部下っていうより母親みたいだな。どうしたんだキサラ、微妙な顔をして。いや、それがいつの間にか所持金がかなり減っているんだ。
こんなに使った覚えはないのだが。ああ、そういえば先日少し使わせてもらった。半分以上の金額を少しとは言いません。半分以上？何に使ったんだよ。思いがけずずっと探していたこの一品を見つけてね。その手元のガラク、いえ、個性的な形のものが。それ？うん、失われた古代のダナの遺物だ。おそらく祭祀か何かに使われていたのだろう。我々レナが占領して以来、この種のものは失われる一方だ。私としてはレナ・ダナの別なく保護したい。ダナの文化を保護。そういうことなら多少は目をつぶるべきなのか。腹の足しにもならないもんに金払っても仕方ないだろう。それにどんな理由であれ、みんなで稼いだ資金よ。勝手に手をつけるのはどうかと思うわ。こうしたものは機を逃すと二度と巡り合わないものなのだ。ティオハリム、お金は湧いて出るものではありません。そのくらい私だって知っている。知っているだけではなく実感してください。だいたいあなたは金銭感覚がなさすぎます。あなた一人の財布ではないのです。野宿をしたり食材を草だけにして倹約するのは私たちですよ。あ、いや、そこまで節約しなくても大丈夫。アルフェンは黙っていてくれ。あ、はい。浪費も倹約もほどほどにしたいわね。アルフェンの炎の剣って火のマスターコアから力をもらってるんだよな。ああ、そうだな。だったらティオハリムはなんで使わないんだ。地のマスターコアをということかな。ああ、だってまだ持ち歩いてるんだろ。マスターコアには300年にわたるレナの支配によって集められた精霊力が収められている。資格を得たもの、つまりスルドにしか扱えないとはいえ、放置するには大きすぎる力だ。スルドにしかってアルフェンとシオンは扱えてるぜ。シオンの体に埋め込まれていることと関係あるのかもしれん。本来起こり得ないはずのことだ。でもなんで持ち歩くだけなんだ。君たちダナにとってレナによる搾取の象徴であるように、私にとってマスターコアは我が罪の象徴なのだ。先達がもたらした苦痛、悲鳴、私の無意の陰で行われた非道、その全てがこの中に凝縮されている。これは我が罪の証。使うことも手放すことも許されるものではない。ティオハリム、それでもあんたはダナ人の死をレナのそれと区別しなかった。レナもダナも等しく血を流し、その悲鳴にも違いはない。私は耐えられなかった。それだけだ。今さら。よし、なかなか刺激的な出来栄えだ。ねえ、この煙何？敵の襲撃？ああ、目は痛いし、喉が焼けつく感じがする。なんだ？ガスかもしれないわね。あまり煙を吸わないようにした方がいいわ。ガスだと？卑劣な！いや、料理ではないか。どこの世界に煙だけで喉を焼く料理があると言うんです。だがアルフェンが。敵の狙いはアルフェンなの？なんだと？くそ、奴らの好きにはさせねえぞ。最後まで聞きたまえ。アルフェンが料理をしている。は？もう少し香辛料を増やすか。火加減はもっと強くてもいいな。しまったな、香辛料が燃えてしまった。肉に油が乗ってるんだな。じゃあ裏返してもう一度。
ねえアルフェン、あなた何をしているの？シオン、いいところにローストチキンを作ってみたんだ。みんなで食べないか？香辛料をたくさん使ったから刺激的でうまいぞ。ちょっと焼きすぎたかもしれないけど。アルフェンの料理が辛い理由がわかったよ。誰か何事も過ぎれば毒だって言ってあげてよ。それが彼の求める味なら無粋は言えまい。料理とは奥深いものだな。ギョーハリム、付き合ってくれるか？メナンシアのことが心配なのか？なぜそう思うかね。キサラと何か話していただろう。盗み聞きは感心しないな。悪い。でも内容までは聞こえなかった。二人きりで話していたからてっきりそうかと。私は役目を放棄した元鋭だ。今さらあの国について指図できる立場ではない。キサラもそれを承知で意見を求めてくる。私はもう彼女の主人ではないというのに。むしろ主人じゃないからじゃないのか？仲間としてあんたの見識を当てにしてるんだ。それは考えていなかったな。あんたは時々妙に抜けているな。学人など得てしてこんなものだ。それを精霊力だけで選ぶからおかしなことになる。だが自分なりに鋭として務めようとはしたんだろう。無論学びはした。統治のためというより生かさず殺さずのためといった体のものだったがね。私にしてみればその全てが吐き気を催す苦痛と死につながっていた。だから何もかも上辺の音楽で覆って聞こえないふりをした。愚かなことだ。だが踏み出したじゃないか。そうだな。道は暗いがともかく踏み出した。穴が待ち受けていないことを願うばかりだ。見張りを頼む。行くか。行へ、今見えただろ。